はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日11月29日17時を回ったところでございます。本日はですね、ありがとうテレビ初暗闇からの中継でございます。はい。これご覧ください。とっても綺麗な、ね、光がこうバーッとね、輝いています。で、今日はですね、エースキャド株式会社安藤博文さんにおいでいただきました。で、またまた今回ですね、3回目のご出演ということで ね、はい、よろしくお願いします。というわけで、この暗闇からちょっと明るくしますか。そうですね。はい。してください。はい。はい。というわけで、明るくすると消えるんですね、このね。はい、これ LED ですか、これ LED ですね。LED ですね。はい、こちらは自動点灯になってまして、はいはいはい、明るい時には消えてて、暗くなるとつくような形で今してあります。はい。素敵ですよね、この、これなんて言うんですかね。この花、花。ブリザーブドフラワー。そうか、ブリザーブドフラワーですね。はい、ブリザーブドフラワー。はい、これは、まあ、ちょっと説明いただいていいですか、ブリザーブドフラワーの説明ですか。はい、まあ、これは普通の生花とは違って、まあ長持ちするようなものなんで、まあ、それまた専務の方が後ほどいらっしゃるので、ご説明していただけると思いますね。これどういう商品なんですか、はい、ちなみに。我々今このブリザーブドフラワーさんと、うんうん、我々の作ってるこの LED の光を、はいはい、コラボさせて商品開発をやっとできましたので、以前まあ出させてもらった時にチカチカしたものはたくさんあったと思うんですけど、ありましたね、あの LED をやっとこう商品化、形にしたものを今お見せしてるわけなんですね。はい。で、まあ、こういった形でこう出来上がりましたので、はいはいはい、これどんな形に見えます。これあれですよね、靴ですよね。いや、靴でも何か見えません、ね、え。シンデレラの靴ですか、これは。そうですよ。シンデレラの靴、うん、これはね、意味合いがありますよね。12時になると帰んなきゃいけないみたいな。それは当然違いますね。やっぱこれはやっぱウェディングですね。ウェディングのために我々は、うん、これを真っ白で作らせていただいたんですよね。通常のまあビルドフラワーの場合、いろんな色を入れてしまうので、はいはいはい、まあ、それがこれからちょっと発想を変えまして、うん、ウェディング用に使ってほしいがためにちょっとこうボリュームもアップしまして、ね、それでこの透明の靴に出てますね。うん、ウェディングということは、これ引き出物とか。そうですね、引き出物とかにお使いしていただくか、もしくはテーブルの飾り物。今回我々のお友達が12月1日に結婚されるので、はいはいはい、そこのテーブルの上に全部これをこう一個一個並べてさせてもらって、暗い時にこうと光るような形で、ね、はいはい、そうだそうだ、キャンドルサービスの時とかね。そうですそういったものでこれ、はい、光りますよ、綺麗ですよね。使っていただけると嬉しいなと思っております。はい、なるほどね。はい、長いですね。あとはまあこれで今ダイヤモンドの形入ありますので、これはジュエリーの会社さんね、ジュエリーの会社さん、まあ、指輪とかネックレスをこの中に入れていただいて、でセットでプロポーズとかにお渡しするという。プロポーズいいでしょう。いいですね、ピカピカ光って。そうムーディーな中で、ムーディーな、うん、ね、夜の暗いね、公園でこう渡すわけですね。はいはい、いいと思います。公園でみたい、いやいや、これは、ウェディングとかに何か利用用途っていうか、まあ、活用場面っていうのは考えて、まあ、現状今ウェディング、あとはジュエリー屋さん、あとはまあまあ、お店の飾りですよね。まあバーとか、はいはい、まあ、そういったところにちょっとこう暗いところに置いていただけると非常にムードが出るかなと思います。バーなんか置くといいですね。ちょっと薄暗いね。そうですね。バーなんかね、はいはい、非常にこう淡い光を出せるような形してますので、あまりこうチカチカするとなんかね、こう品が悪くなっちゃうので、ちょっと高級感がありますよね。そうですね。まあ、そういった形を今我々考えておりまして、こちらはあれですよ。こう靴がこう今動いてますけども、こうね、わかりますかね、動いてますので、今ここで、はい、動きながら色が変わっていくんですね。これは7色に変わるものを入れてありますので、まあ、ゆっくり変わっていくという。まあ、あとは本当の靴屋さんの前に置いていただいて、はい、デコレーションで、これを全部で今8色ぐらいありますから、いろんな色をこう並べていただいて、靴のイメージの、まあのも使えるかなと思います。あとはまあいろんな店舗さんとかの、はいはいはい、ディスプレイに使っていただくとありがたいなと思っております。ね、あと今先ほどちょっとねお話がありましたけど、はい、2月14日のバレンタインだったりとか、はい、いいと思いますよ、ね、バレンタイン、このあたりチョコレートね、ちょっと何だろう、装飾系のね、指輪とかの形をしたチョコレートだったりとか、これ本物の指輪ここにポンと塗っててもいいですよね。それ最高ですよね。ね、いいと思います。はい、うん、まあ、我々はこういったものを今ちょっと、あとは違うのは、今まではブリザードフラワーってどうしてもこう 花と光を、光があるのも実際あるんですけど、もう決め打ちで
まあ、こういったもの商品がありますから買っていただけますかっていう形になるのが多いんですけど、我々はそうすると発想の転換をしまして、花の色と LED の色をチョイスしていただくという形で、好みに合った花のお色と LED の色を選んでいただくと。で、昼間は花の色で、夜は LED の色でという、まあ、こういったものの中で、まあ、その個人のラッキーカラーであったりとか、風水を入れるとか、まあ、そういったもののこう噛み合わせをしながら、要するにその値段競争に入らないように、という形のやっぱし買い手のニーズをどれだけ我々が組めるかということを今大事にしてるわけですよね。お客様が使う場面だったりとか、もしくはこういう用途で使ったらもっとね素敵になるんじゃないかとか、そうですね、はい、いうようなところの場面を想像しながら、そうですね、もしくはお客さんに聞きながらですよね。まあ、これからまたニーズを全部調べながら、欲しいものを我々は作る、ものづくりの原点だろうと思ってますので、ね、やっぱりそのね、技術者さんはどうしても技術の押し売りをしてしまうので、でそれだと売れないんですよ、ね、せっかくね、そうそう、いいその技術があっても、お客さん買ってくれなかったら意味がないですからね。そうそうそう、やっぱお客様が一番欲しい、欲しいものね、これだけはっていうようなものをやっぱり我々は作っていくという、まあ、これがまあ我々まあ日本の中でのものづくりをやっていくという、おそらくね、これお客様がこう使っていくじゃないですか。そうするとまた新しいアイデアが生まれてくるんですよ。そうですね、また違って違ったね、違った使い方をするお客さんが出てきたりしてね、そうですね、あ、こんなこう使い方もあるんだなんてね、いいと思います。はい、いうことも出てくるんですよね。はい、我々はまあこういったまあ出会いの中でこういった開発がこうできてきてますので、私一人でいてはここまでしかできませんので、商品化できないわけですよね。誰と出会ってあ、これのブリードフラワーをやってる方がいらっしゃいまして、石井さんの方と出会い、石井さん、この後実は、ね、控えてらっしゃって、ね、ですけど、はい、出会いができまして、それでやっと商品化までできたんですよね。だからそういった、まあ、自分から発することも必要だと思いますし、まあ、出会いを大事にさせていただいて商品まで持ってくれたの で、まあ、これをこれから来月から売り出せればと思ってますので、幸せなカップルがたくさん生まれると嬉しいなと思います、はい、本邦初公開ですね、ここ。そうです、はい、初公開ですよ、はい、来月からもう、そうですね、来月から商品化、ビジョンフラワーさん方から販売ことになると思いますけど、はい、我々は後ろから、まあ、技術的なバックアップをさせていただくことなんで、ね、これをきっかけに、ね、なんか数多くのカップルが生まれて幸せになれて、ね、癒されてね。そうですね、いいですね。はい、そういう、でまあ、色もこう淡い色を選ばせていただきまして、はい、あまりこうチカチカはせず、はい、まあ、そういったムードを壊さないようなものもやっぱり必要かなと思います。これなんですか、これは。あ、これですね、これはまたちょっと面白いんですよ。はい、こんな形になるんですよね。これなんかあれですね、子供のおもちゃとかなんかよくこういうのがありますよね。だそれをちょっと我々ちょっと発想を変えて使ったものなんで、でこれを今ねえ、これ生花の聖火の中にも入れられるので、あと今ちょうど友達の今結婚式の中でブーケの中にこれを仕込んでおります。すごいブーケ綺麗ですよ、ブーケの中に、はい、いいですよ、こうカクテルドレスとうまくこうマッチして、あ、そうですか、まあ、そういったものもやっておりますね、本当にこう、でもこれブーケの中にピカピカ光ったものはね、これブーケこう投げるじゃないですか。あ、はいはいはい、それ受け取った人がなんかこれピカピカ光ってたね、なんか幸せなかもしれないですね、幸せになれるみたいな、はい、いいと思いますよ、はい、まあ、いろんなもの開発してます。本当ね、安藤さんね、私ねもうだいぶね長いお付き合いになってきましたけども、ね、はい、本当にねベンチャー魂がぎっちり詰まってるんですよ。要するに起業家魂ですよね。いえねやっぱり、ね、お客様と対話をしながら、そして、お客様と対話をした結果、自分たちの技術がどう生かせるかということを常にやっぱりアイデアとして出して、でこういう商品化していくわけですよね、本当にね商売の原点だと思います。まあ、我々は技術者なんですけど、やっぱ技術者のそのね使ったものをいかにこう一般の方と接点を求めるかという、まあ、それによってニーズを汲み取りながら開発していくということが今一番、今我々も私も今考えているところですね。はい、もうね、それこそその技術屋さんでさっきねおっしゃいましたけど、作ることに専念っていうか、ね、作ることにこうプライオリティを感じてますから、そのお客さんのこうねこう求めているものが耳に入らなくなってくるねことが多いわけですよね。その中でお客様の話を聞きながらちゃんと自分たちの技術を生かすものを作っていくという、そうですね、まあ、これが本当商売ですね。たくさんの意見を聞いて、それをその中に技術を入れていくという、ことがやっぱり我々必要だろうなと思ってます。本当にね、本当に商売ってここからですよ。お客様の話に耳を傾けることから、ね、で、あとお客様の笑顔を見たいじゃないですか。見たいです ね、まあ、そういった形でこう、笑顔を思い浮かべながら開発していって物を作っていくってことを、
私はこれくらいしたいなと思ってます。ですね、はい、まあ、ますますですね、安藤さんこうやってね新しいものをどんどん世に出していただけると思いますので、また新しい商品が来たら、はい、できたらまたご紹介いただきたいと思いますので、私支援させていただければと思います。はい、はい、というわけで本日ね、エースキャド株式会社の、安藤博文社長においでいただきました。またじゃあお呼びください、はい、ね、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。